てなんか一人で病院に行けないみたいなエピソードがあるんで、私一人で病院に行けなくて、お母さんについてってもらって、診察室までわざわざついてってもらって、症状がね、お母さんに言ってもらう、どこが悪いんですか、どこか悪いところがあるんですかってね、お医者さんに言われて、チラッてお母さんの方向いて、行ってみたいな眼差しを向けるっていうなんかやつが切り抜かれてて、漫画とかになっちゃって、一生バカにされてんの。絶対マジ自立するからね、一生もそのネタバカにされてるから、マジで自立します。決意、本日決意の日、ミナとアクアは本日より自立します。見た病院行けず、わかんない、まだ行ったことない、船長についてきてもらおうかな、船長についてきてもらおうかな、船長、船長ともね、まぁ、ちょっと用事があって、そう、まぁ、ご飯をね、食べたりしたんだけど、ずっとね、アクタン、今日も可愛いね、ほんとアクタン産みたいみたいな、一生言ってっからさ、ほんとアクタンって、ほんと赤ちゃん見たいって一生言ってっから、船長についてきてもらって、もう一人のママ。もう一人のママだね。都会のママ。なんで？都会の母。おかしいだろ。おかしいだろが。ね。まあね、今の時期だから、ほんとね、まあ全然ね、会えなかったのよ。全然話喋れなかったんだけど。もちろんね、ちゃんと距離取って、そう、マスクして、お店の人もね、ちゃんと考慮してたから、まあ、大丈夫なんだけど。まあいっぱいね、外出れるようになったらね、みんなでね、遊びに行きたいんですね。会いたいなって思いますけども。ね。そんなね、気持ちです。そんなね、気持ちでございますね。現地ママやめろよ、現地妻みたいな言い方するなし、おかしいだろ。韓国のに一人で頼めるようになる。韓国のにさ、本当になんかさ、いつもね、誰かと食べに行くタイミングでいつも、あれアクタン韓国のりいいのみたいな、あれアクタン今日のりいいのみたいな、めっちゃ言われるんだけど、何マジで一生言われるんですけど、おい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 、私韓国のりの女になってない、みんなの中で、ちょっと待てよと、韓国のりだけじゃねえよと、のりなら何でも好きだよって思うけどね、一生ね、そのエピソード一生言われるからな。まあ韓国海苔食べてる私がね、ダメなんですけど、まあ韓国海苔がなかった枝豆とかね、枝豆ふふノリノリになってる、みんなが、周りがノリノリ